説明会にお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日司会進行を務めさせていただきます幹事の明戸亮太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは説明会を始めさせていただきます。まずは大津投手よりご挨拶と各種説明がございます。詳細につきましては事前に配布をしております資料、そちらの QR コード、また前面のプロジェクターをご覧いただきますようよろしくお願いいたします。それでは大津投手よろしくお願いいたします。はい、みんなで作る党党首の大津彩香です。本日はメディア関係の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして、今回本党について破産手続き開始の決定がされた経緯について、ご説明させていただきます。本年1月18日付で立花氏やこのその意向を受けた村岡弁護士を代理人としてある債権者の方が本党に対して破産手続き開始の申し立てをしてきました。これに対して本党は仮にその債権者がの債権が認められるとしても破産開始の手続きの申し立ては前代表者である立花氏が代表者の地位を争う手段の一環として、より具体的には代表者である私が屈服して辞任することを選択するように辞任しなければ大変な不利益を被ることを大々的に表明することで脅し威嚇する目的で成したものであることが明らかであることから、破産法第30条第1項第2号不当な目的で破産手続き開始の申し立てがされた時に該当するとして争ってきました。我々の主張にもかかわらず3月14日破産手続き開始決定が出されました。本党はかかる決定を不服として翌15日には即時抗告をしました。もともこの即時抗告には破産手続きの進行を止める効力はないため、当面は選任された破産管財人がいることを前提として対応せざるを得ないところです。一方本党は破産手続きの開始によっても解散せず政党として政治活動を継続します。そのためには資金が必要です。この点は即時抗告の結果が出るまでは破産法上の自由財産の拡張の申し立てによって確保することを予定しています。本党の保有資金はそのすべてが政党交付金を原資とするものであるところ、政党交付金は法律上政治活動のための資金として支出されることが予定されており、借入金の返済は支出として認められないことになっています。破産手続きによる配当であってもその内容が借入金の返済であれば政党交付金による支出とは認められず、本党は国にその返済額相当を重ねて返還する義務を負うことになるのです。よって政党交付金を破産財団として借入金の返済に充てることは不適当と考えます。加えてなぜ本党が財政破綻を起こしているのか、そしてなぜ立花孝志氏が破産申し立てを積極的に主導しているのか、現時点で多くの国民に知られていない現状があります。今回の会見におきましては本破産申し立てに至る経緯や問題点をマスコミの皆様、国民の皆様に正確に理解していただければと思います。本党が多額の借入金を負うことになった経緯はおおむね次の通りです。立花氏が2021年11月に YouTube 動画を通じて不特定多数の市民に国政政党という高い信用を背景に年利 5% という高利で合計約13億円もの借り入れを行ったこと、2019年11月の借り入れの時点で借金で借金を返す状態である自転車商業に陥っていた可能性があること、当該借入金や令和4年までの政党交付金に基づく資金は私が本党代表者となった令和5年3月8日時点で底をついていたこと、上記各借入募集が収支法違反の疑いの強い手法で行われていること、借入金のうち約3億5000万円が立花氏個人に無利子無担保で貸し付けされていることになっているにもかかわらず、
立花氏がその返済の意思を示していないこと。以下、一つずつ間に立花氏が、過去に YouTube にアップロードした動画を、紹介しながら説明いたします。立花氏が、本当は2019年7月に行われた参議院議員選挙で国政政党となりました。そして立花氏は2019年11月15日の動画の中で、同時期の立花氏個人の借金及び立花氏が代表を務める立花孝一人放送局株式会社の借金が合計で1億5000万円であったことを話し、党の政党交付金を原資にこの立花氏個人と立花孝一人放送局株式会社の利息を弁済する計画を話しています。なお、立花孝一人放送局についてはこれから、本件会社と呼ばせていただきます。そもそも党の資産である政党交付金で立花氏個人や本件会社の借り入れ利息を支払うこと自体に大きな問題があると考えますが、立花氏は約4ヶ月後の2020年3月には党の資金が底をつき運転資金がなくなる予定であることを同動画内で公表しています。つまり立花氏は2019年11月時点で本党の収支はすでに厳しい状況にあったと認識しているのです。そのような中、2019年11月22日立花氏は当時の本党幹事長であった上杉隆とともに出演した動画をアップロードし、動画の視聴者に対し一口100万円で党への初年度年利 10%、 次年度以降年利 5% の有利子貸し付けを呼びかけました。2019年11月に行われたこの借り入れで本党としては5億円弱の有利子負債を負うこととなっています。この借り入れを便宜上第1回借り入れと呼ばせていただきます。2021年10月31日に行われた衆議院議員選挙において本党は議席を確保できずに惨敗に終わっています。同時点で本党の財政状況も逼迫しています。そこで立花氏は同年11月2日4日に YouTube の動画をアップロードし、動画の視聴者に対し一口100万円年利 5% での有利子貸し付けを呼びかけました。この際に集まった借入金の総額は8億円を超えています。第1回借入については一応の弁済期限を2025年12月末日としているようですが、立花氏は返金を求められた際に返金対応することを略しています。そして実際に少なくない返金希望者がいたようです。第2回借り入れについては一応の弁済期限は定めず、返金を求められたら利息と元本を全額返済することとなっています。そのため私が本党に就任した2023年3月8日の時点で両借り入れ金の残高は10億5000万円ほどとなっています。このように本党が負っている巨額の負債は前代表者立花孝一によって作り出されたものです。はい、ここで第1回借り入れ、第2回借り入れの際の立花氏の発言をご覧ください。これはほとんど今の話聞いてるとリスクはないじゃないですか。まあね、まあ正直おいしいとしか思わないですね。だからこれは立花孝一っていう人間を信用できればいいと思います。だから信用できない人はもうやめてください。あの、まだ欲しいことないから。本当はここ20にしてもいいと思ってたんですけど、20にするとちょっとあのなんか法律上はあんまり払いすぎるの。あの、これなんでこんなことしてるかとはっきり言うと、これ合法的な買収に当たるからです。これ10を超えると多分リスク制限法になったと思います。で、あの合法的な買収っていうのは別にこれを貸したからなんかあの 10% 上げたから投票するとかそういうつもりもないし、言ったらダメなんですけど、あの要はもう大変お得なんです。で、僕は人の笑顔が見るの好きやからこのことしてるんです、そもそもが。で、政党やってるのも。立花さん
橘さんね、はっきり言ってね、お金くれるって人いっぱいいるのに、全部困っちゃってるんですよ。これ、繰り返し言うように、こんな政治家いないから、普通だよ。お金くれるって。くれるとか貸してくれる人、基本的に待てるんです。1円たりとも、しかも何億です。合わせると何億でしょう。いや、うん、多分、10億の人もいたし、1億の人もいたし、いっぱいいるんだけど、こだわってます。ここだけは、間違いないです。だから、もちろん、堀江さんからも借りませんからね。だから皆さんから少しずつお借りして皆さんにちゃんと利益を味わってもらおうということです。うちの党は少なくても来年の参議院からあと3年間は絶対に政党助成金もらえます。もう安心感が全然違いますから、変な、投資話には騙されないようにしていただく、騙されないというか、あなたの判断次第かもしれませんが、少なくとも他の政治団体に300万円とか600万円出して賭けをするよりも、我々の方にまだ、我々も全員が立候補できるかというと、ちょっと75人しか立候補させられないんで、それ約束はできませんが、いずれにしても NHK 党はちゃんとしたもう法人格も持っていますから、このように皆さんからお金をお借りしてもちゃんとリソースをつけてお返しするだけの力があると、特に今回ね、黒字になって、あ、すごいな、もう本当に僕の計算ってやっぱりすごいな、先読みの力が本当強いな。だこれがなければ国のお金の運営がダメですよ。そういう意味ではたくさんのお金を今お借りしておいた方が有利であるというのもちょっと分かってきましたので、ここはですね、遠慮なくですね、皆さんにお返しできるということを確信しておりますので、お金をお借りしたいなと。上限はね、3億も借りたらさすがに、借りすぎかなと思ってますが、それぐらいお借りしても十分、3億借りても年間お支払いする利息っていうのは 5% で1500万です。常に借りてる4億入れても3500万ですから、政党助成金が来年の参議院終わった後はもう3億円以上入ってくるのは間違いないので、お借りすることに対して全然僕は抵抗がないとか、むしろそれぐらいお借りしても大丈夫だと思っております。はい、このように立花隆氏は借り入れの際に自分自身に高い信用があることや、お党に対する貸し付けにリスクがほとんどないこと、全額返済を確信していることなどを強調しています。先ほどご説明させていただいた通り、立花氏は2019年11月15日の動画の中で、同時期の立花氏の個人の借金及び本件会社の借入金の合計が、1億5000万円に及んでいることを話し、さらに本当の支出をこれら個人本件会社の債務弁済に充てることを話しています。これら2019年11月15日時点での立花氏個人の借入債務及び本件会社の借入金の詳細な内容は不明です。ただし立花氏が個人の借入を行う際の動画が現在も YouTube 上に残っており、その動画によると借入は2019年6月頃であること、年利は 15% であること、弁済期は2019年12月末日であることが立花氏の動画内の発言から推測されました。立花氏は過去の発言から政党、個人、本件会社の会計を混同している嫌いがあり、立花氏は個人及び本件会社の債務を弁済することを一つの目的として本党で第1回借入れをした可能性があります。借入金で借入金を返済するという意味で第1回借入時点での本党の財政が自転車操業に陥っていたという恐れがあります。なお2022年12月に立花氏はフリージャーナリスト選挙ウォッチャー千代さんの街頭インタビューでこのように述べています。1億の黒字ってことで支出が2億、2億円くらいであるってことですか。2億円くらいであるんですか。支出は2億円くらい見込んでます、じゃあそれぐらいで抑えると。抑えるっていうか、そんなもんですよね。でも、最初の2019年の時に借金したやつの返済期限は、2025年になってるはずなので、そうすると1億でも足らないんじゃないですか。だから新たに借りる。それはポンジスキームですか。ポンジスキームと考えるんだったらそれでいいだろうけど、別にそれが違法ではないから。ポンジスキームは違法じゃないじゃん。だって違法じゃないもん。
代君の考えだったら、はい、NHK 党がこのままじゃあ3億3300万円の政党助成金しかもらえないって考えでしょ。あ、じゃあ議席が増えるっていうことで。もちろんそうよ。あ、なるほど。活動を指針として、はいはい、今いろいろなコネクションを目指してやろうとしてるわけですね。なるほど。じゃあまあ増えるかなってことですね。だからそれは例えば地代君が貸してくれてるんだったらそれは心配したらいいと思うけど、ちゃんとそれを理解してくれてる人が貸してくれてるわけで、まあ、ちゃんと答えてるから、はいはい、ポンジスキームっていうのがどういうものを指すかわからないけども、借金をして借金を返す状態のことをポンジスキームって。もちろんだってそれはそうじゃん。それをやりながら増やしていくんだから。もちろん基本的には借金をしていく人はこれは別に返済期限が6年後の2025年じゃなくて、はいはい、いつでも返金してくれて構いませんから。まあそうです。でも返金できないじゃないですか。それ今金庫だって信用があるから元から借りてくればいいんですよ。ああなるほど。じゃあ借りてくるから大丈夫。1000万円しか借りてないから、はい、そういう大口からね、あの借りのことを大口の借り出しをしてないから、はいはい、別にあの返してくれって言われたらそれは別の人からまだ貸してくる人いっぱいいるから、なるほど、借りて返す。それがそもそも国の借金しろって言ってもそういうことです。はいはいはい。この日本国が今1000兆円ぐらい借金してるけども、それは日本国に対して信頼があるからですね。それはあの大きな会社だって資本金っていうのは借金だから。はいはいはい、はい、だから地代君やその NHK 党を理解したい人からするとそれはおかしい、そんなのは破綻するじゃんってなるかもしれないけど、そのための利息 5% なんですよ。高いってことですね。そうだよね。だって利息 5% で、はいはい、じゃあこれはあそれだけ、まあ、リスクはあるけども、はい、それは理解した人がやってくれてるわけです。なるほど。このように立ち話は少なくともこのインタビューを受けた2022年12月の時点で、まあ、党が借入金弁済のために新たに借り入れをして返済することとなる自転車操業状態に陥っていることを認めています。次に、借入金は本党としてどのくらいの期間で使い尽くされたのかをご説明いたします。立花氏が約5億円を調達した、第1回、借り入れは2019年の年末に行われています。翌2020年の本党では約6億9000万円もの支出がありました。同年本党が受領した政党交付金は約1億6700万円であり、翌年への繰越金が約3000万円となっています。つまり約1年間の間で立花氏は第1回借入金の、まあ、借入金のほとんどを使い尽くしています。次に立花氏が約8億円を調達した第2回借り入れを行った2021年、本党では約5億6000万円もの支出がありました。一方で同年本党が受領した政党交付金は1億7000万円です。そして翌2022年、本党では約11億8800万円の支出がありました。一方で同年本党が受領した政党交付金は2億6200万円です。私が本党の代表となった2023年3月8日の時点で本党の資金残高は900万円しかありませんでした。つまり、約8億円を調達した第2回借入れの借入金も、借入自治から1年半も経たずにそのほとんどを使い切ってしまっています。以上の通り、本当に巨額の、借入債務を作出したのも立花氏であるだけでなく、これを使い切ったのも立花氏であることは明白です。そして、借入実施からこれを使い尽くすまでの期間はとても短いものでした。立花氏は私が代表に就任した後の行為によって債権者の返金要求が殺到したと誤導するような発信をしていますが、まあ、実際に借入金を使い果たし党の財政を困窮させたのは、まあ、立花氏自身です。第1回借入れ、第2回借入れとともに、立花氏は年利 5% の銀行金利と比べて極めて高利な金利を設定し多額のお金を調達しています。そしてその借り入れは YouTube 動画を利用した不特定多数の一般市民に向けて行われています。さらに立花隆は借り入れ募集の動画の中で国政政党という高い信用性をことさら強調し、
明細不能となるリスクをほとんど説明せずに、債権者の返金希望があれば、もう同日までの利息と合わせて貸付元本を全額返済するとしています。この不特定多数の一般市民に呼びかけは種子法第2法違反の可能性が高いと考えます。このような極めて不適切な方法で、立花氏が本党の代表として多数の一般市民から巨額のお金を借り入れたことは極めて大きな問題と言わざるを得ません。ここで、最後に動画をご覧ください。今 LINE いただきました、中継5200万円返してくださいという今返金希望者が来ています。ちなみにこの借金は返せと言われれば直ちに返すっていう、そういう約束で借りていますので、これ返さなければ出資法違反のお金と持っていかれる可能性すらあるお金です。はい、この動画は昨年3月29日立花氏が個人として主催した集会にて取り付け騒ぎが起こり、党の財政が破綻したことを宣言した際の動画です。立花氏は借入金の弁済が不能となった場合、出資法違反で持っていかれる可能性があると明言しており、立花氏自身において行った党の借入金募集が出資法違反になる可能性が高いことを認識していたということになります。立花氏は第1回借入れ、第2回借入れともに借入金を募集する動画の中で、借入金は党が国から受領する政党交付金で支払うとしています。しかし政党助成法上、政党交付金で借入金を返済することは党の支出として認められず、使途報告書への支出の記載が許されません。その結果、政党交付金で借入金を返済した場合、返済した金額は政党交付金の残高となってしまって、総務省から返還を求められてしまいます。立花氏は、このことを認識した上で、各借り入れの際、動画内で、以下のように話しています。まずは、第1回借り入れの際の動画をご覧ください。よく政党助成金は借金の弁済に当てられないと言われているので、そこをクリアしなきゃいけないので、まずうちの党の議員さんには32兆人います。で、1人150万円党に寄付してください。これはちょっと次の総会でお願いしますが、150万円を寄付してください。そうすると、150万円の給付控除が受けられます。税金が安くなります。だけではなく、なんと150万円をそのまま議員の支部に送ります。あれ、だから今のところ議員さんには120万円、これはゼロか、ゼロ、そうそう、控除、いや、これはゼロっていうか控除がつくと得します。だから28人の議員さんは120万円送るんですけども、120万円で来年からは、ここは130万円、ここ130万円出してるんですよ。いわゆるうちの党にね、130万円出さずに辞めていったら10人ぐらいのやつらはダメだけど、ちゃんと出してくれて130万円の人は、ここは130万円返すだけで、ここからは毎年120万円もらえるんですよ。もうエンドレスに、うちの党がなくなるまでは。それがご褒美です。130万円出してくれたし、最初から言ってたんですよ、次10万円出しますって。で、その120万円プラス150万円乗せたら270万円を支部の方に返金する、まあ返金というか送金ね。で、なんでそんなことするかっていうと、資金洗浄みたいなもんです。これ皆さんから、いわゆる党員から寄付でもらったお金は、それは借金の弁済に充てれるんです。私は同動画内で当時所属していた地方議員と政党間の寄付行為を利用して資金洗浄すると発言しています。次に第2回借り入れの際の立花氏の発言をご覧ください。あのね、確かにこの政党が持っているここに国からお金が入ってくるんですが、ここで借りたお金を返すと問題が発生するので、一旦ここに寄付するんです。一旦ここ寄付しました。寄付します。ホリエモン信用ですよね、これ。で、ここ一回寄付すると、それでそのホリエモン信用に寄付したっていうだけで、これ寄付金終わります。支出として終わるんです。
で、その後、ポリエモン新党から NHK 党にまた寄付をしてもらえれば、これで終わりと。で、まあ、これをマネーロンダリングとか言ってるんですけど、いや、マネーロンダリングってしちゃいけないと。なんか違法。で、そもそも、政党の運営をするのに、国民からお金をもらうじゃなくて、お金を借りて、借りたお金に対して利息を払ったりってすることが、なんか道徳的に問題あるんですかね。道徳的に問題がない以上、法律的にも問題ないから、僕全然気にしないです、こんなの。で、公にしてるでしょ。あえて自分から言ってるじゃないですか。だから文句があるんだったらいつでも警察でもね、告発状、訴状を出しに行ったらいいと思いますが、これ全然問題ありません。はい、ここでは立花氏は当時の本党の政治資金団体であるホリエモン新党に政党交付金を移動し、同団体から再度本党に資金移動させることで政党交付金での借入金の返済が可能と説明しています。しかし、上記資金移動を政党と所属する地方議員間、政治資金管理団体間で行ったとしても、その原資が政党交付金であることに変わりはありません。このような手段で、借入金を返済することを容認する法文はありません。また総務省に問い合わせたところ、立花氏の説明する資金洗浄、マネーロンダリングの方法による、借入金返済を容認する旨の回答はいただけませんでした。今まさに我が国では政治と金の問題が大きくクローズアップされています。そのような中、政党助成法の趣旨に大きく反する資金洗浄、マネーロンダリングの手法で借入金を返済することは、政党交付金が国民の血税を原資としている以上、法的にも道義的にも許されるものではありません。これ以外にも立花氏が借入募集の動画内で説明していることには事実と異なることがあります。例えば2019年11月22日第1回借入の際、立花氏は本党の将来的な支出についてこのように説明しています。1年間の党の経常経費が 1.4 億円で、衆議院選挙は実施される際の特別支出がプラス1億円、参議院議員選挙が実施される際の特別支出がプラス 1.5 億円と説明しています。つまり動画内で立花氏は、まあ、党の支出についてこう大きな国政選挙がなければ、約1億4000万円で、衆議院議員選挙があった年は、2億4000万円で、参議院議員選挙があった年は2億9000万円となる見込みであることを説明しています。しかし、まあ、すでに説明させていただいた通り、まあ、大きな国政選挙がなかった2020年、党の年間支出は6億9000万円です。衆議院議員選挙のみ実施された21年の党の年間支出は5億6000万円で、参議院議員選挙のみが実施された2022年党の年間支出は11億8800万円となっており、第1回の借り入れの際の計画を大幅に超えた底の抜けたような支出が立花氏によって行われています。また第2回借り入れの募集が行われた2021年11月2日の動画内で、立花氏は衆議院議員選挙の得票の結果、政党交付金が増額になったことで党の収支が黒字になったとことさら強調しています。しかし本党の収支が黒字になったことはありません。はい、第2回借り入れが行われた翌年の2022年には、本党が受領する政党交付金の約 4.5 倍にあたる11億8800万円の支出を計上し、さらに赤字幅は増大しています。以上の通り、立花氏による第1回借り入れ、第2回借り入れの弁済計画は、政党助成法の趣旨に反するものです。さらに、借り入れ募集の際に説明している党支出の予定額を大幅に超える支出を立花氏は繰り返しており、実際には党の収支が黒字に転換していないにもかかわらず、動画を視聴する一般市民において党の視力に関し行動を誘う説明をしています。借り入れが収支法違反の疑いのある方法で行われたことに加え、当該事情は立花氏の説明を信じて本当にお金を貸してくださった一般市民の信頼を裏切るものです。
借入れ金が、立花氏個人に流出していることについて説明いたします。借入金の多くが、法的手続きを得ずに立花氏に対する貸付金として流出しています。私が本党の代表となった、2023年3月8日の時点で立花氏は、党から立花氏個人に無利子無担保で3億5000万円もの貸付を、行ったことになっています。本党の一般市民からの借入金は年利が 5% の有利子負債であるため、これを無利子無担保で立花氏個人が借り受ける行為は利益相反行為です。政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格付与に関する法律第9条4では、政党とその代表者の利益が相反する事項について、代表者は代表権を有しない。そして、利益相反行為をするためには特別代理人を選任することが、明記されてあります。しかし、立花氏から引き継がれた一部会計資料を見ても、特別代理人が選任された上で合計3億5000万円もの貸付が行われたとされる資料はありません。そして、この約3億5000万円が何の目的で立花氏個人に貸し付けられたのか、立花氏がこれを実際どのように使ったのかを客観的に示す資料が引き継がれておらず、その使い道は不明です。本党ではこの3億5000万円の貸付金名目での流出金の返還を求めて裁判は東京地裁に提訴済みです。本党の代表者であった立花氏において党が年利 5% の高利で一般市民から調達した借入金を法律で定められた特別代理人選任手続きを踏まずに当該行為について代表権を有しないにもかかわらず無利子無担保の貸付金扱いで自身に融通していたのであれば、これは背任罪に該当しうる違法性の高い行為と考えます。なお、昨年4月フリージャーナリストである選挙ウォッチャー千代さんの該当インタビューにこのように答えています。すごいいっぱい喋ってもらったので最後にじゃあ一つだけなんですけど、党から一応個人で借金しているはずなんですけど、これ先生が、はいはい、これがだから3億3000万円書いてるから、ね、はいはいはい、それは返せなかった場合は、はい、なんか破産とか、あ、だって党が俺に言ってきたら、その俺破産するしかないやん、自己破産をするするしかないやん、自分で、それはだってその期限を切ってないから別にうちとしては使わせてもいいよって感じで、はい、まあでも返せなくなっちゃった時はもう返せなくなったら返せないから、今もし言われたら自分は、ああ、なるほど、わかりました、はい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、はい、はい、立花氏は昨年4月の時点で3億円を超える党からの借入金について弁済不能とし、党から請求された場合自己破産すると発言しています。そもそも立花氏において党から多額の借り入れをする際に将来的に党に対して返済する意思、その弁済能力があったのか多分に疑問を持たざるを得ません。また、党が借り上げている新橋のマンションの一室には党とは何ら関係のない立花氏の息子も、住んでいることが確認されています。さらに、立花氏個人だけでなく立花氏が代表取締役を務める本件会社についても貸付扱いで本党から多額の資金が流出しています。参考までに次の動画をご覧ください。後ろにあるシャンパンタワーが振ったなね、やばいって、そんな振ったら、フラットか、フラットか、いっぱいいっぱい
28日、立花氏が、当時キャバクラ嬢として人気を博していた方の引退でお店を訪れた時の様子でした。この動画の冒頭で、当時立花氏と交際していたと思われる加代麻里乃司法書士が、立花氏がシャンパンタワー3期を引退するキャバクラ嬢にプレゼントしたものであることを話しています。一方で立花氏が、このキャバクラ嬢を訪れキャバクラ店を訪れた、同日立花氏は本件会社に対し金5000万円を貸し付けたことになっています。立花氏はこれまで、貸付金は借入金は、キャバクラ店での、飲食費や、シャンパンタワーに使われておらず第三者がこれを負担したというふうに説明しています。しかし立花氏が飲食費等を負担したとする、当該人物からのこれを確定するような、肯定するような発言は確認できておりません。裏付ける客観的資料も現時点では確認できておりません。以上の通り、立花氏は自らの手で無計画な借り入れを本党代表者として行ってきました。そして、借り入れ募集の際の説明とは全く異なる底の抜けた支出を短期間で行い、借り入れ金のほとんどは立花氏によって使い尽くされています。また立花氏は第1回借り入れ、第2回借り入れの際、借り入れ金を返済することは極めて高い確率で可能であることを強く示唆しています。一方で2022年6月29日自身が講師を務める勉強会にて興味深い発言をしています。もう今ね、僕自身も年収が3000万とか、今うちの党の口座に8億円くらい入ってて、それを選挙でもうほぼほぼ空っぽになるぐらい使ってますけども、感覚がないんですよ、金使ってるっていう。もう供託金だけでもほぼ3億出してるわけですよね。で、新聞広告で1億何個で、ガーシーか末期に返すとかが6000万とか、もちろんこれアルバイトポスター貼ってくれてる人にもなんだかんだって1億円ぐらいの金これからバイトで払わなきゃいけません。ポスターの印刷費が1億円弱とかってなってくると8億円ぐらいの金がすぐにバーってなくなっていくわけですよ。で、その恐怖があるんですよ。8億円借りてるから。でも、まあ貸してくれる人も分かって貸してくれてるだろうし、やるべきことをしっかりやってるから 2% は超えるだろうなと思っているし、何よりも仮にそれが超えなければ破産すればいいだけのことなんですよ。この立花氏の発言は2022年の参議院議員選挙期間中のものです。立花氏は党の債権者について貸してくれている人も分かって貸してくれているだろうと、債権者の党の財政破綻のリスクを認識して貸し付けてくれているだろうと話しています。これは借り入れ募集の際の立花氏の発言と矛盾しないでしょうか。また、国政制度の要件を満たすか否かという話に関連したこととして話してはいますが、要するに立花氏は、借り入れ金の弁済が不能となった場合には党が破産すればよいとする趣旨の説明をしているのです。この発言から立花氏はかなり早い段階から党の財政破綻を予見した上で、返済不能となった場合には党を破産させることを考えていた可能性が高いと言わざるを得ません。立花氏の説明を信用して多額のお金を本当に貸してくださった債権者は今回の破産手続き開始決定による被害者であると私は考えています。本党としましては大原則として政党交付金で借入金の返済はできないという考えのもと、現在もどのような形で返済すべきかを模索しておりました。そのような中で立花氏が債権者を自称する個人をそそのかし破産申し立てを行わせたことは極めて遺憾です。私は2023年4月に本党代表者として立花氏の不正を追及していく姿勢を示しました。しかしその直後により立花氏から必要な嫌がらせを受け続けてきました。本党としましては当該破産申し立てが不当な目的で行われたことを報告誌の中で引き続き主張してまいります。また立花氏は現在までに党の会計資料の一部のみしか引き継ぎをしておらず、本党としては誰がいくらの債権を有しているか否か厳密な判断ができない状況にあります。このようなことから個別具体的な形で
債権者である旨を主張する個々人に対し十分な対応ができなかったことをご理解いただければと思います。加えて、抗告しているとはいえ現段階では破産管財人の管理のもと本党から提起した様々な、裁判が中断されてしまう可能性がございます。しかしながら、不正追及の根源たる、立花氏に対する 3.5 億円の不当利得返還請求訴訟、また、詐欺的要素が強く疑われる8000万円の請求異議訴訟に関しては決して中断されることなく、継続されることを強く望んでおり、管財人の方と協議を重ねてまいりたいと考えています。これは真の債権者の皆様の返還するための大きな原資であることは言うまでもありません。メディア関係の方々には、破産申し立てをそそのかした立花氏自身が出資法違反に関する疑いを、可能性のある手法で、高利かつ、巨額の、債務を作ったこと、その借入金を立花氏自身が短期間でほぼ使い切っていることで現在の状況に至っていること、その立花氏が主導してこの破産の手続きが進んでいること、その結果一般市民である債権者が被害者となっていることをぜひご理解ください。最後に、前代表者であった立花隆氏が本当に所属していた東谷議員の辞職の責任を取る形で、辞任することになったことに伴って、昨年3月8日に私が代表に就任してから約1年が経過しました。私が代表に就任する前から旧 NHK 党は組織的反復的に嫌がらせ行為や虚偽の情報を発信したりスラップ訴訟を繰り返すなど、反社会的な行為を行ってきました。みんなで作る党に対しても不正追及から逃れるために現在も嫌がらせが続いております。これまで、私や本党の関係者は正確な財務状況を確認し不正があればそれを正すべく努力してまいりました。昨年10月に一部会計資料が立花隆氏から引き渡されたものの、会計データそのものが引き渡されておらず完全な解明には至っておりませんが、いくつか不正と思われるものは洗い出し、昨年12月28日に公表した中間報告に記載のもののほか証拠の確認と法的評価の作業を進めております。また明らかに不正と認めたものはすでに民事刑事の手続きを進めています。私としては正当な債権者に対しては真摯に返済に向けた努力をしていきたいと考えておりますが、本当が債権者に返済ができないのはあたかも私の責任であると SNS 等で発信し続ける立花氏やその意向を受けた村岡弁護士の振る舞いには、債権者の方は惑わされないでいただきたいと考えています。私がさまざまな嫌がらせ行為に屈服して代表者の地位を返上することを狙っているようですが、私は嫌がらせ行為に屈するつもりは全くありません。以上です。それでは続きまして質疑応答の時間とさせていただきます。質問をご希望される方は右手挙手にてお願いいたします。スタッフよりマイクを渡させていただきますので、質問の際は所属とお名前をお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。では前の付き合いからお願いします。すいません、桜フィナンシャルニュースの杉田です。で、会計情報は全て渡されてないということでしたが、会計を野瀬さん、マリノさんの上司の野瀬さんに依頼してたと思うんですけれども、そちらからの引き渡しもまだ行われてないのでしょうか。再三言ったんですけれども渡さないというふうに言われました。それはお金を払ってないからっていう理由ですよね。名目では立ち話に行ってくれというふうに、その会計事務所の方は申されておりまして、立ち話側は、会計事務所に行ってくれというような状況が続いて結局渡されずに終わっています。なるほど。じゃあそれは別に雇用って依頼してるのは政党が依頼してるんですか。立花の個人ではないですよね。依頼してる、もちろん政党として契約していたわけですから。了解です、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。では奥の席の方お願いいたします。お願い
します。東京商工リサーチの後藤と申します。まずなんですけど、即時抗告15日に行っているとしてますけど、まあ、なかなか認められないケースも多いと思うんですけど、認められなかった場合、今後どうするのかっていうのと、あと一般的に、まあ、一般の企業が破産開始決定出ると、まあ、資産を換価して、まあ、配当して破産の終結だったり、まあ、廃止だったり、まあ、会社が消滅することになるんですけど、党の場合、まあ、党運営を継続するというふうにおっしゃってますけども、政党の場合の破産手続きと一般企業の破産手続きの違いみたいなのを伺えればと思います。では今の点は弁護士の豊田の方からお答えいたします。まあ即時抗告、確かにいわゆる統計的な確率としては通ることは少ないところではあるんですが、私自身まあ、実際通して、破産手続き開始決定の取り消しを得たこともありますので、今回のケースでも決して、望みは薄くないというふうには考えています。まあ、ただ残念ながら即時抗告が認められないという場合については、まあ特別抗告また、許可抗告の申し立ては検討するとともに、まあ、破産手続き自体はいずれにしろ進んでしまうところがあるので、いわゆる自由財産の拡張の申し立てを持って、まあ、財団外の資産を作って、それで政治活動の資金に充てるということを考えて前提としてその、まあ、会社等の通常の法人と政党と その破産手続き開始の効果の違いなんですけれども、会社法等では破産手続き開始が会社の解散原因になっているんですね。その点政党については、まあ、いわゆる政党法人格扶養法にその旨の規定がない。それで我が党の規約にもその旨の規定がない、まあ、結果として解散にならないという理解でおります。解散にならない法人の破産というのは、まあ、あまり例がないようには思うんですけれども、個人の破産については当然のことながらその解散消滅ということがないので、当然その個人としての経済活動が継続することを前提に法律も組まれていますので、その個人の破産に関する、諸ルールが、参考になるというふうに考えております。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。では真ん中の席の方お願いいたします。スラップ裁判の傍聴の件なんですけど、傍聴その他ですね。黒川さんとか沢川さんの関連の裁判は被告側もこうエンターテイメントとしてそれスラップ裁判自体を茶化しに行くみたいな、ね、ところがあって行けるんですけど、大津さんおよびあと上杉さんですね、もうまるっきり迷惑行為じゃないですか。そうするとそういう裁判に絡んで私たち配信者が行くことっていうのは迷惑なんじゃないかと思ってなるべく遠慮してるんですけど、豊田先生の見解をお聞かせ願いたい。まずスラップ訴訟自体が迷惑な行為なのでそれは傍聴に行かれる方は行かれたらどうなんでしょうか。私はそれはよくわからないんです、はい、特に傍聴に来られる来られないで何かその迷惑だとか迷惑でないという話ではないかなと思っております。ただこちらからしますとそういうところに私たちが行くこと自体がそのスラップ裁判に加担してしまうことになるんじゃないかという危惧がありまして、そこのところを一つ説明していただきたい。特にそういうことはないと思います。傍聴席限られてますのでその範囲内で裁判所の指示に従って
本当に傍聴される分には何らかはないと考えます。でその裁判の前後ですよね。裁判の前後でその裁判所の前で YouTuber とかが騒いでる状態、この辺は大丈夫でしょうか。それどちらかというと裁判所の方が心配しているところでありまして、あまりその裁判所の内外で、集まって騒いだりというようなことは望ましくないと思いますので、その点はご配慮いただくといいんじゃないかと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。では奥の席の方お願いいたします。帝国データバンクの阿部と申します。質問の内容はですね、大津代表について代表権についての訴訟が行われているというふうに聞いておるんですけれども、そういったものはあるんでしょうかということと、あと、非常に素朴な疑問でですね、立花さんから代表を引き継がれるときに一切その内容についてのですねご説明というようなことはなかったのかどうか、通常一般的に考えると、こういう状態だというような、簡単でもですねそういうような説明があるんじゃないかなということで、全く知らない状態で引き継がれたかどうかということをちょっとお聞きしたいんですけど、まず代表権の裁判は、今月の21日に予定しております。代表権の裁判といっても、私が今登記上代表でありますから、その登記を書き換えるように私にお願いするような裁判の内容になっていますので、全く代表者として、書き換わるわけではないんですよね、その裁判によって。はい。で、もう一つその代表になるときにこの経緯を、聞いていたのかどうかというところなんですけれども、そもそも、私がこの NHK 党と関わるようになったというのが、12月の末に、YouTube 広告で、政治家女子という政治団体、女性だけでできた政治団体があると、そこから、地方議員に応募しないかというような、触れ込みで応募したところ、なぜかね、ガーシー議員が、議員辞職したりとか、立花氏が有罪判決が出たりとか、党に対して NHK 党がすごく風向きが悪くなったので、政治家女子を支援している NHK 党側がもう立場を入れ替わって公党の方に政治家女子をしたいと、でイメージを刷新したいというところで、もう日がないからもう早くしてくれみたいな、もう実印を持ってきてくれ早くみたいな感じで党首になりましたので、どういう経緯でこの党が成り立っているかとか、この今までの嫌がらせ行為であったりとか、そういうことをほとんど知らずに代表にはなりました。で借金についてもほとんど知らなかったので、代表になった日に10億超える借金があるけど大丈夫なのみたいなことは周りの人に言われましたけど、それが何のことなのかわからなかったです、その当時は。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次の方どうぞ。すいません、フリーチャーナスの選挙おっちゃん次第です。大津さん代表になられるときに、立花孝志は会計責任者として、会計のすべての責任を取ると、この間の3月15日の記者会見でもそういうふうに言って大津さんが党首になったんだということも自分で本人が喋ってますけれども、公認、会計責任者、責任者ってなってるぐらいですから会計のすべてを見ているはずなんですけれども、今のご覧の状態だったということで、でおそらく会計責任者は相原美香だった時もあるんですけども、中盤、大津さんに引き継がれる前は立花孝志がやっていたという認識なので、そこら辺会計責任者として責任を追及するということはあり得るでしょうか。そうですね、法的に責任が追及できるのであれば、していこうと思っています。はい、立花氏がもう自分で、説明した通り計画を立ててお金を使い尽くしているものですから、そこに対しては責任があると私は考えています。もう一点、おじさんいろんな嫌がらせを受けてきたと思うんですけれども、ご家族とかも、いろんな嫌がらせを受けていると思います。具体的にどういった嫌がらせを受けているのかっていうのをちょっと、紹介できるものだけでも教えていただけますでしょうか。まず、
まあ、父の会社に殺害予告があってそれで、まあ、会社を燃やして、まあ、父とか私とかをまあめった刺しにするというようなあの事件みたいなものがありました。それに関しては、今もまだ海外のサーバーを経由している関係で特定するのに時間がかかっていますけれども、まあ、そういう特定されない方法があるよと、まあ、立花氏がまあ動画でね嫌がらせの方法を指南するようなまあ動画も出していたりとか、まあ、そういうことを含めて常に私自身であるとか、父の会社や登記であるとかいろんなものがまあネット上にさらされて、それによってたくさんのまあ支持者、立花氏を支持する人たちからの連絡みたいなものが鳴り止まなかったり、まあ、そういう状況にあります。すみません、私も追及する中でパンフレット8000通、まあ、多分今数えたら多分1万通ぐらいになってると思うんですけども、それぐらいパンフレットが届けられています。大津さんのところのにも何かパンフレットやその代引き商品とかっていうのは届いてるでしょうか？はい、もちろん公開されていた電話番号とかも全て引越し業者とかにも登録されて電話が鳴りやまなかったり、パンフレットもいろんな業者からたくさん届いたり、代引きの攻撃とかにもあっていましたから、それは私だけでなく、まあ、父の会社に対しても行われていました。今も箱でね取ってあります。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか？では、一番右の席の方ですね。とその小林です。破産会してる時で、なんか管財人の管理下に置かれるというところで、今後のさっき豊田弁護士から財産の自由拡張の話もありましたけど、民族党なんての活動っていうのは、まあ、今日会見も開いてますけども、これ どこまでこの制限がかかるのかっていうのを、そもそも憲法にまあ、政党であっても、まあ、政治活動を妨げてならないということが書いてありますので、まあ、政治活動は妨げられずに、まあ、法人としても継続するものですから、まあ、続けていこうと普通に思っています。まあ、その資金に関しては、まあ、自由拡張を、おっしゃっていますけれども、そこをまあ頑張ってもらいたいというところですかね。はい、そうするとやっぱり今の財産はもう持っているものは手をつけられないということは間違いないです。はい、今の時点ではそうです。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか？ちょっと時間も迫ってまいりましたので、あと何名かで、終わらせていただきたいと思います。では前の席の方お願いいたします。はい、YouTube やっておりますエンタメ映像ジャムと申します。よろしくお願いします。今回の騒動が1年になりますが、僕が約4年間 NHK 党の記者会見を見てきたんですけど、 NHK 党ではいろんな騒動があったんですけど、まあ、今回今まで立花さんを見てきてすごいよく、すごいなんか焦りを感じて余裕がないなっていうふうに感じるんですけど、大津さんから見て最近立花さんを見てどういうふうに見られますか？毎回やり方が同じなんですよね。立花氏って業務妨害であったり脅迫の罪で有罪判決を、まあ、有罪判決になってしまったにもかかわらず、まあ、同じやり方で、まあ、私であったり離党した方であったり、まあ、自分の意に反する方を、まあ、やり込めるみたいなことを、まあ、ずっと繰り返してやってきましたから、それをまた同じようにやられても私はそれには屈しないと言っている以上何の意味もないと思いますし、まあ、今回破産になってみて立花氏自身が気づいたのかもしれませんけれども、この 3.5 億の不当利得、立花氏が党から、まあ、適切な手続きを得ずに借りた 3.5 億円は、まあ、管財によってもう確実に取り立てられるものと考えていますから、まあ、立花氏自身が、まあ、車もね今党から、党の資産であった車を3台今まで返していただけてなかったんですけれども、まあ、それも乗るなと管財人に言われたというふうに発している通り、まあ、今、党が借りていた、物件にも、もう解約済みなんですけれども、まあ、不法占拠のような形で、まあ、滞在し続けていて、その損害金が、まあ、家賃相当額の倍額生じているんですね。それ党が、まあ、支払わなければいけないものだったわけですよ。家賃の倍って立花さんの場合であれば、まあ、30万超えてますからね、駐車場代を入れてね、それを
まあ、売額毎月保証しなければいけなかったところを、まあ、管財人によって、まあ、その手続きが行われるのであれば、まあ、私は少し安堵していますけれども、立ち話はやばいなと思っているんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。一問だけすみません。みんなで作る党に主だった資産っていうのはあるんでしょうか。破産をして、まあ、今おそらく立ち話側の方も資産がほとんどないと思うんですけど、こちらの方には何か資産っていうのはあるんでしょうか。はい、まあ、これからは資金管理団体と私の講演会の方で寄付を集めて運営していく予定でありますから、まあ、資金管理団体の方は別の団体ですから、そこは全く切り離して考えられていますので、まあ、寄付を募って、運営していくつもりで、まあ、今のところ少し資金があります。みんなで作る党の今現状としては、まあ別の管理団体とかともかくとして、その債権者の人たちに支払えるような何かその車とか不動産とかっていうのはないっていうことでいいですかね。ないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次で最後の一問にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。まだもし挙手されてない方おりましたら、ここでご質問を受けさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。じゃあ、最後にちょっと言いたいんですけども、まあ、この、制度交付金ってそもそも、借金に対して、返済できないものですから、それを担保にできないものを担保に借り入れをして、まあ、多額の負債を作ったというところ、まあ、それから借り方に関しても、まあ、収支法違反の疑いが強いやり方で行われたことであったり、まあ、立花氏自身が無利子無担保で、ご自身に、まあ、貸し付けてるわけですから、借り入れてるわけですから、まあ、そこに関してすごく問題があるというふうに感じています。でその 3.5 億円に関しても返済の意思がない。で今回破産を実際に立花氏が破産になるかもしれないとか自己破産するかもしれないと前々から申していた通り、自分が先導して破産になったわけですよね。そこの責任はしっかりと私は追及していきますし、メディアの方にもちゃんと報道していただきたいなというふうに思っています。それから債権者の方もね、あちら側にも惑わされずに、まあ、事実をしっかりと見ていただきたいなというふうに考えています。もう今日説明したことで、まあお金がどういうふうに使われてきたのかっていうことは明らかだと思いますけれども、立花氏がこれから、まあ、都知事選とか新選とかにいくらでなんか300人足すとかいろんなことをおっしゃってますけれども、こんなお金の使い方してたらできるわけがないことは明らかですよね。その原資もないですからね今。だからそれを信じて立花氏に代表権が戻れば全てがうまくいくかのような幻想を抱くのはおやめになった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。それから私は真実の債権者に対してはしっかりと責任を党として果たすべきだと考えていますから、債権者の方にはしっかりとご連絡をいただいて、その自分が本当の債権者であることを証明していただかないと、私は債権者名簿を立花氏からいただいているわけではないわけですよ。内部告発の情報と立花氏が民事再生を嫌がらせで申し立てた時の裁判の記録をもとに証拠しているものですから、とても苦労しているわけです。だから債権者の方にはしっかりと情報を送っていただきたいなというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。はい、それでは本日の説明会を終了させていただきます。皆様ご出席誠にありがとうございました。この後も少しの時間ではありますが質問を受け付ける時間を設けておりますので、ご希望の方はお近くのスタッフまでお声掛けください。それでは皆様お気をつけてお帰りください。誠にありがとうございました。